こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。4泊5日で神戸に来ました。最終日5日目の今回は神戸から大阪の万博記念公園に立ち寄って愛知県に帰ります。それではどうぞ。3月25日ホテルの朝食はビュッフェスタイルで、今まで和風でしたが最終日は洋風にしてみました。今回は神戸ベイシラトンホテルに4泊しました。六甲アイランドから阪急電車に行くにはバスが便利です。六甲大橋を渡ります。阪急御影駅に来ました。梅田方面に向かい、重曹で乗り換え南茨城に行きます。そこで大阪モノレールに乗ります。万博記念公園に来ました。初めてです。道路の向こうに太陽の塔が見えます。1500円。そこそこだね。5人乗りはね、2人乗りで1000円。そこに子供は無料で乗っけれるみたいな。ありがとうございました。
いかがでしたか？旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。